バッティングをさせてくれないんでね、まあ、その中でもそのこれだけ思い切ってフルスイングができるっていうのはもう非常に、ね、あの特徴のあって、まあ、将来楽しみだなという感じはしますよね。国士舘高校から青山学院大学を出て社会人野球ホンダを経て入ってきましたからプロ2年目ではありますが、まあ、ファイターズの2軍で長打力ということになりますと、高校卒業ルーキーの中田翔選手の、ね、期待もそうです、ね、あるんですけれども、なかなかこうまだ1軍に上がってくるレベルが達していません。まあ、プロの分厚い壁に今、はい、当たって一生懸命もがいてると思うんですよね。まあ、オープン戦では梨田監督はあの方針でね、中田をずっと1軍で帯同させていましたけれども、ファウルです。まあ、将来的にはね、はい、日本ハムの看板選手になるとは思うんでね、まあ、そういう期待をね、当然これ球団も持っていると思います。キャッチャー島に代わっているイーグルスです。ですから、はい、やはりこの本当に苦労する時期って限られてるんですよね。それをどん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 経験してね、はい、でそれを自分でこう乗り越えていかないとやっぱり一流の選手になれないんで、まあ、そういう面ではね、まあ、もちろん1年目からすぐ試合に出るっていうのはそれは大変なことなんですけど、これも切ればファウルです。まあ、中田本人にとってはね、非常にいい勉強、いい経験をしていると思いますね、今ね。ご覧のようにキャッチャーは島に変わっています。まあ、高校卒業のスラッガーでと言いますと、あの伊藤さんは西武で、ね、清原選手がいましたよね、はい、まあ、清原選手などは1年目からもう活躍していたわけですね。そうですね、まあ、ただ、彼なんかも、はい、最初の打撃練習でもほとんど打球はねレフト方向に飛ばなかったんですよ。あ、これはいい当たりですが、あ、センターの鉄平が追いつきました。ナイスプレー、ツーアウトです。そうですか、最初はやっぱり清原も苦しみましたか。はい、引っ張れなかったですよね。それが、まあ、チームの主軸まで成長して、であの今膝の怪我で苦しんでいる清原ですけれども、今日あの2軍の試合にですね、誰が出たですかね。あ、そうですか、はい、まあ、出るという情報がありましたけれども、まあ、早くね、万全になって、まあ、今低迷しているチームをなんとかね救えれば一番いいんでしょうから。ツーアウトでようですが、入りました。ようチャンス、プロ2本目のホームラン、札幌ドームで初めて打ちました。試合を完全に決めるようなこの一発、ワンアウトから出ました。このようなホームラン、先日のプロ第1号は千葉マリンスタジアムで成瀬から打ったホームランでした。嬉しいこの札幌での初めてのホームラン、プロ第2号。これでファイターズのヒットの数が15本になりまして、まあ、今シーズンの最も多いヒット数になりました。再び7点リードに広げました。8回の裏の北海道日本ハム、まあ、これでヨウがこう自信を持ってきてくれるといいんですけどもね。そうですね、はい、非常に首脳陣の期待も高いこのヨウのホームランです。打ち上げました。ツーアウトです。ラストバッターのこの試合途中からショートのポジションに入っている飯山です。12対5と再び7点リードに北海道日本ハムが広げました。
これもしかしライトが追いつきます。スリーアウト。8回の裏、しかしファイターズは